このプレリミナリーファイトは3分3ラウンド、延長はありません。右が吉成、左長谷、フライスカイジムです。改めてオフィシャルルールはこの3分3ラウンド、延長はありません。3回のダウンで負けとなります。3ノックダウンシステムです。 KO、TKO、判定、引き分け、この4つによって試合が決まります。一瞬の静寂。スタートしました。プレリミナリーファイト第1試合、いきなり前蹴りからいきました。解説は引き続き中村匠さんでお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このまずプレリミナリーファイトの最初に重量級が組まれた、この意義というのが何かありそうですけれども ね、 そうですね。やはりやっぱりこの K1 というのはヘビー級というのも一つの見どころだと思うので、はい、そういった部分ではなかなか日本人の選手響き少ないんですけど、こういった形でデビューした選手たちがこのプレリミナリーファイトの舞台で経験積むというのはすごく意義のあることだと思いますね。膝蹴りなど結構アクティブに序盤から飛ばしていく両者です。画面奥が青コーナー、青いグローブの長谷、フライスカイジム、ムエタイのジム、フライスカイジム所属です。画面の左が赤いグローブ吉成、打ち合っていく。そして緑の右のミドル、そしてお右左が最近ここで3つ4つフックが入りました。崩れ落ちた長谷、フライスカイジム立ち上がる。早くも流血が見られます。あ、ストップです。なんとあっという間に吉成、K-1 チャレンジ全日本大会無差別級トーナメント優勝。その勢いのままプレリミナリーファイト第1試合両差での決着となりました。あっという間でしたね。そうですね、やっぱり最初からどんどんアグレッシブに攻めていった吉成選手がペースを掴んで、その最終的に KO したと。デビュー戦なんですけども、K-1 チャレンジ、今 の、はい、K-1 のアマチュア大会ですごく実績を積んでて、試合の経験もある選手だったので、そういったところがこの勢いに出たのかなと思いますね。またでもこの一発の破壊力ってやっぱりヘビー級ならではなので、もういきなりなんかド迫力の KO 決着が出たのかなと思いますね。そうですね、1分3秒 KO で赤コーナー吉成選手のデビュー戦、これ大きな勝利にね結びつけてほしいですよね、はい、今後ね。そうですね、またここからヘビー級の日本人選手として活躍を続けていってほしいと思いますね。さあ、非常に楽しみな、またヘビー級の選手たちがいきなりプレリミナリーファイト後楽園ホールの最初の戦いでやってまいりました。まずは KO 決着という今日の K-1 ワールドグランプリ2015サバイバルウォーズ。果たしてこの後に生き残っていくのは誰か、どちらか。まずは吉成です。